天命本部は安定しています。作戦会議への出席はいつでも可能かと。はい、そちらも気をつけてください。テレサ主教。テレサ様はネゲントロピーの本部で作戦会議を開くおつもりですか？ええ、各方面から来る信号が旋回地上を通して暗号化されますから、皆さんはテスラ博士とアインシュタイン博士、それと長光さんの調査結果に基づき成婚計画に攻め込み、ケビンと決着をつける作戦を立てるつもりです。それと人為的な枷を解くと同時に定められた終焉を乗り越える必要があります。つまり人類の命運を決める戦いなのですね。はい。アインシュタインたちとは違い、私たちはすでに世界の泡の中で一度経験しているなのです。ただそれが成功したとはとても言いづらいなのです。当時は敵をきちんと認識できていませんでした。だからこそ今回は異なる作戦の内容を組み合わせる必要があります。地球を奪還し、起源を探索し、終焉を超える、この3つが目標です。そのために各自並行した単独の作戦を考える必要があります。例えばケビンのように終焉を掌握できるまで成婚計画を打ち砕いてはいけません。たとえそれが可能だとしてもです。戦略的に見れば確かにそうなのです。ただもし私たちが戦術的優位を確立できなければ、いくら戦略のために分析したところで机上の空論に過ぎないなのです。そのことについてですが、ある面白い現象に気づきました。天命、ネゲントロピー、それと火を追うが、強いて言えばヨルムンガンドでもありますが、3つの組織は3つの課題の具体的な解決法を見つけています。たとえ悲観主義者であるシュレーディンガー博士でも、会議が終わる頃には本当の意味で希望を見つけられるはずです。今回の作戦会議が終わった後、俺たちはおそらく長く苦しい戦いを迎えることになるだろう。この場で聞くのは余計なことかもしれないが、キアナ、ライデン・メイ、テレサさん、分析の結果を待っている間に君たちはちゃんと休憩できただろうか？十分休めたわ。数時間しか寝ていないデュランダルと師匠に比べれば、私たちは結構余裕があるくらいよ。この時間を利用して刻印を感じ取る瞑想の訓練を行ってました。こうして見るとみんなの休憩方法ってすごく違ってるね。私はベッドでぐっすり寝たよ。二人は多分真似できないと思う。確かにそうだね。まあそれはいいとして、そろそろ約束の時間だ。名手、始めるとしよう。ああ、デュランダル、リタ、長光、そちらの通信状況はどうだ？天命本部は異常なしよ。ブロニャ、セイ・フレイヤの方も問題ないな。委員長、ゼーレ、それとブローニャも準備完了です。いつでも始められます。ジーク・フリートさん、開演場の方に異常はないだろうか？ああ、スーサナがよく仕事をこなしてくれている。俺とリのお嬢ちゃんはいつでも出撃できるぜ。心得た。では早速作戦会議を始めるとしよう。今回の議題は3つだ。地球の奪還、起源の探索、および終焉の超越。長光、まずは天命が担当している地球の奪還の部分について説明してほしい。いいわ、ちょうど話したいところだったし。天命の当初作戦については皆さんも知っているかもしれないけど、数々の戦いを経て私たちは成婚計画から天命とネゲントロピーの本部を守り抜き、セイ・フレイヤのような前線拠点を構えることができたわ。これから行う地球奪還計画はそういった当初の数を増やす作戦よ。成婚計画を覆さず
しばらくの間地球の空間をより多く正常化させる。もちろんそうするには巨大なエネルギーが必要よ。天命も虚数の規則から使える資源を見つけ出さなければならない。でも幸いにも成婚計画自体が重要な発想を与えてくれた。成婚計画が終焉の力を利用し地球の周りの空間を丸ごとリセットしているなら、その使い方を十分学習すればある程度互角に渡り合うことができる。成婚計画を学習？それだけじゃないわ。私たちはカスラナの成婚計画からジークフリートさんを救出した上、その空間をケビンから切り離しテレサ司教の管轄にすることができた。この方法によって成婚計画の他に反成婚計画を立案する端点を得られたわ。知っての通り成婚計画のもう一つの端点は月。その要となっているのが月からケビンへと移っていく終焉の力。それを直接模倣するなんて私たちには明らかに不可能だけど、ちょうどこちらにはさっき言ってたお手本がある。それって模倣だけじゃなくて成婚計画まで利用するってこと？ええ、成婚計画とは人類の夢が織りなす巨大な網よ。強大な成婚覚醒者であればあるほどそれを作り出す能力も強くなるの。幸運なことに私たちには天元の者がいる。デュランダルさんの真実の血筋について皆さんはすでに知っているでしょ。実際彼女の中ではカスラナとシャニアテ2種類の成婚が覚醒している。もしテレサ司教が成婚計画をコピーする礎を掌握したと言えるなら、デュランダルさんは成婚計画をコピーする方法を提供してくれることになるわ。シャニアテの力で操り、カスラナの力で収容すれば、成婚計画そのものが虚数から力を吸収できる以上、彼女たちは成婚計画のように空間の在り方をコントロールできる。その過程で必要になるのは旋回一条や趣味消しなどの律者ではないものだけ。そうなればキアナも他に気をそらすことなく作成に専念できるわ。もちろん起源の探索と終焉の超越に比べて地球の奪還は一時しのぎの綱引きみたいなもの。でも地球の奪還は路線図が一番はっきりしている。実施の過程で他の作戦をサポートすることもできるわ。作戦の参加者についてだけど、さっき話した通りにデュランダルさんとテレサ司教が必要になるわ。サポートは暫定でジークフリートさんとスーサナリタが率いる予備隊も支援できるわ。作戦開始ポイントは開演場だったわね。ええ、効率から見ればセーフレイヤーの方がより良い選択かもしれないけど、安全性の面も考慮して最終的には開演場を選んだの。それは開演場が外力の干渉を受けず自らの空間性質によって終焉による世界全体のリセットを逃れているからですか？その通りよ。だからこの後の試みが全て失敗しても、最低限開演場では過去の現実を保存できる。デュランダルさんがかつてあの世界の泡を定着させたようにね。とにかく地球の奪還についてはこれで全部よ。続いてはテスラ先輩にバトンを渡すわね。待ってくれ。起源の話を始める前にまずは終焉について話したいことがあるんだ。つまり第二次ムーンライトスローン計画のことでもある。つまり順番から考えると、起源と終焉には最初の仮説よりもはるかに深いつながりがあるみたいね。第一次ムーンライトスローン計画とは、崩壊エネルギーを一般エネルギーへ転換する装置を大量に製造し崩壊を無害化させる計画でしたね。そうだ。崩壊と文明が線形関係であれば本来は完全に問題を解決できる工業的なプランだった。しかしその後ネゲントロピーは気づいたんだ。終焉の律者は世界の外側にある存在で、その性質は
他の律者たちとは全く違う。それは全文明のムーンライトスローンが失敗した原因でもある。超然と存在する相手を前にして時間不足、効率不足の問題は避けられない。だからこそ第二次計画は工業的解決プランではなくなり、とある特殊な行動へと変わった。特殊な行動？うん、前に支配の律者やオットーに使った手段みたいに敵の在り方を根本的に変える必要があるみたい。会議の準備をしてた時にアインシュタイン博士が教えてくれたの。つまりそれはキアナちゃんと深い関わりがある計画なのね。その通り。簡単に言えば、僕たちはシーリンが第二次崩壊でやったことの真似をするんだ。ただ想定外のことがいろいろあって、実際のところ私たちはキアナの問題を甘く見すぎてたわ。すごく長い時間が経っているのに、空の律者の意識が以前を上回るほど活性化してたなんて、あの頃は誰も想像してなかったもんね。ああ、あれはキアナとセーフレイヤーにとっては災いになったが、それだけじゃない。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなった。だからこそ今になってようやくこの計画の内容を公開する準備ができたんだ。簡単に言えば、人為的に終焉の律者を作り出し、律者の力にムーンライトスローンシステムの役目を果たしてもらう。それが第二次ムーンライトスローン計画だ。人為的に作り出す？ああ、成婚計画のような間接的なやり方ではなく、我々の計画では人類自身で終焉の力を直接掌握するんだ。そんなこと可能なのかしら。かつてオットーは空の律者の力を掌握しようとしたわ。それだけでも数えきれないほどの問題が発生してた。ああ、だから俺はさっきこう言ったんだ。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなったと。実は支配の律者を研究していくうちに、本当の意味で確実に実行できる技術ルートを見出すことができたんだ。ブローニャが経験したウカもそのことを裏付けている。ブローニャと支配の律者の状況ですか？正確に言えば、ベルトもブローニャも所持している断りの律者のコアは30万分の1に過ぎない。律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているんだ。以前はその対象が虚数の木だと思い込んでいたが、実際は全く違っていた。もし超弦数の概念で考えると、つまり地球上の崩壊を数え尽くしたところで最小の超弦奇数内を徘徊しているに過ぎず、超弦の上にある無限の虚数の木にはまだまだ及ばない。はあ、はいはい、そこまでにしなさい。こいつに続けて聞いたら超弦数とは何かから説明し始めるから。とにかくケビンであれ、ウサギであれ、イニシエの楽園の英傑であれ、みんな眉という概念を口にしていたわね。ある日それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。つまり、いつどこからか現れた異物が地球の命運を定め、律者の降臨を操ったの。それはバルブみたいに虚数の抹消から崩壊関連の全てを掌握しているのよ。話を戻すわ。ボサ頭が言ってた律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているって話なんだけど、明らかにその対象は終焉の眉でしょうね。成婚計画は眉に対して何らかの操作を行うことで終焉の力を盗み取るっていう結果を得ているはずよ。いわゆる火盗みのプロメテウスみたいなもの。そこで支配の律者について考えてみると、つまり私が言いたいのは、なぜそんな律者が存在できるのか。すると一つの答えが浮かんでくる。終焉の眉こそが唯一の虚数特異点であり、唯一の律者コア。
異なる次元の眉の投影がそれぞれ違った律者の権能を現実世界に権限させてるの。つまり全ての律者は終焉の影に過ぎないと言いたいの。世界の泡とこういう世界みたいに。ええ、律者が誕生するたびに崩壊が現実を抱擁してると思っていいでしょうね。もしかしたらお互い違いすぎた次元に存在してるから、その抱擁は間違いだらけになっているのかもしれないわ。だからこそ終焉の律者は時間の権能を与えられたのよ。試行錯誤することで抱擁の正しい答えを見つけ出す。宇宙の中では人類も一種のモルモットに過ぎないなんて悲しくなるわね。でもモルモットにもたまには実験室から逃れられるチャンスが訪れる。今の私たちにとって人為的に終焉の律者を作り出すこととは、つまり支配の律者の権能を真似して終焉の力を人類の管轄下に置くこと。人類が受動的に環境に適応するんじゃなくて、環境を改造しそれに人類が応じるの。ということはブローニャたちの中から終焉の権能を奪い取り、自ら終焉の律者になる誰かを選ぶ必要があるということですね。理論上はそうなる。ただもっと正確に言えば、支配の律者以外にももう一つ似たケースがあるんだ。もしかしてシーリンのことですか？ああ、第二次崩壊の中でシーリンは一度断り、空、雷、風、死、炎、計6つの権能を所有していた。権能を使う時の効率は極めて低いが、着目すべきところはそれほど多くの律者の権能を有しようと人格には何の影響も見当たらなかったことだ。でもたとえ誰かが律者の権能を全て有しようと、彼女が終焉の律者であるかどうかについては全く別よね。ああ、人為的に作り出すことと生まれつきには大きな違いがあるが、実際全く同じである必要もない。人の脳とパソコン、人体と玉鋼、律者と精魂覚醒者、チューリングテストがもたらしてくれた啓示のように、最終的に同じ結果へとたどり着くことができれば、過程における些細な違いは重要ではない。結局のところ精魂計画自体も長水の提案も、異なる角度から終焉をシミュレーションし特定の目的のために役立たせようとしているだけだ。比べてみれば長光のプランは確かに根本的な解決策にはならない。精魂計画も人間の普遍的な倫理に反している。起源を語る前にまずは終焉について話した理由だが、それはどれほどの代価を支払うつもりでいるのかという疑問にあるんだ。起源がもたらした謎の援助は一旦さておき、ムーンライトスローンの前提条件に基づくと、どんな方法を使ってでも全ての律者コアを一人の身の内に集める必要がある。事実を言えばそのリスクは融合戦士手術並みかそれを上回るかもしれない。でも私たちが願ったように、起源の律者が今の局面を打破するための近道を残してくれたのだとしたら、メイ、ことがうまくいけば私たちは本当の意味で大団円を迎えられることができるの。そうだったのね。キアナちゃん、さっきからあまり意見を口にしていないけど、会議が始まる前から知っていたの？うん、でも一人で決められることじゃないし、私は一人一人が幸せと思える明日をメイ先輩やみんなと一緒に努力して作り上げたいの。一人一人となるとキアナちゃんと私も含まれるのよね。うん、だからメイ先輩は私とメイ先輩自身のことを信じてくれるよね。そんな風に言われたら一緒に試すしかないじゃない。でもそうなると、つまり起源の探索も地球の奪還と同じように具体的な作戦ができていることになるわよね。ええ、そうよ。
地球の奪還と同じく、私たちは成婚計画を利用して、ビーコンを正しく使う方法を見つける必要がある。具体的に言えば、つまり。率直に言うと、私たちの作戦は他の作戦の前提条件になります。あちらの作戦の進捗と成婚計画自体の複雑な性質から見れば、私たちは余裕で勝利することができる、あるいは終わりのない持久戦を迎えることになるでしょう。だから作戦隊、予備隊、後方守備隊に分けたんだな。あら、留守番が不満なの？まさか。いい年して作戦隊なんかに組み込まれる方がよっぽど同情したくなるだろ。やっぱりあんたの口からまともな言葉は出てこないのね、デュランダル。どこかの中年親父なんて相手にしない方がいいわよ。それもジークフリートさんなりのユーモアなのかもしれません。お話し中すみません。テレサ様、デュランダル様、ベルトさんから特別通信が入りました。どうやら地球奪還の行動がそろそろ始まるようね。セイフレイヤではメイさんが準備を整え、成婚計画が編んだ目次をこちらが攪乱するのを待っています。まあ、成婚計画がこちらの動きに反応を見せなくても、彼女たちは自らの力で起源の探索のきっかけを作り出すでしょう。ええ、でもベルトを待たせるのも悪いし、スーサナ、通信をつないで。了解しました。テレサさん、そちらの状況は？セーフレイヤー側の準備はすでに整った。開演場も準備できたわよ。わかった。ではネゲントロピーと天命の臨時名手として、成婚計画を超え崩壊を終わらせる3ステップ作戦を正式に始めることを宣言しよう。我々は地球の奪還と起源の探索を同時にクリアすることで終焉の超越の具体的な方法を決める。各位、作業を開始してくれ。これは旋回位置上を遠隔操作しているの？はい、どうやら長光さんが最初の空間の隙間を作ってくれたみたいです。虚数の増物を撃破して隙間をこちら側の力へと引き寄せましょう。今していることは成婚計画の血抜きのようなものですから。そろそろタイミングが近づいてきたようです。かすり傷が難しいです。よっ、
タイミングなのね。はい、ヤツを倒せば陣地を構築する絶好のチャンスを手に入れられます。初めて黒煙白火を使ってシャニアテの力を引き出し、聖魂空間が作り出した障害を排除したのはつい最近のことですが、聖魂計画を作り出したのは同じくシャニアテの人間だからでしょうか。実際の効果を見る限り、旋回地上をそのまま使用するよりも調子がいいようです。よかったわ。ねえ、旋回地上は外部から私たちの力を導き、影響範囲をなるべく拡大させていくのよね。はい、地球の奪還の過程は必ず長くなりますが、千里の道も一歩からと言いますし、月から徒歩で地球に戻ってくるのと比べたらそう難しくはないでしょう。さすがはあなたね。それじゃ早速始めましょう。はい。天元の力を持って、私は聖剣と同じ役目を果たし、世界を操り、それを汝カスラナの聖魂空間の継承者へと定着させる。黒煙白火よ、鍵となり聖魂の真なる力に導きを与えよ。我は地獄へと馳せる黒、我は天より来訪せし白、創生前に生まれ隠滅後を生きる、我は天地を反転させ秩序を人生に返す創生の鍵、黒煙白火第二帝国出力、聖章逆流、超限解放。世界が征服されていきます。汝を殺さぬ者は汝を強くする。確かにそうだな。